アメリカンファラオはアメリカ合衆国の競争馬である。主な価値倉は2015年のアメリカクラシック参観、ブリーダーズカップクラシック。アメリカンファラオはオーナーでもあり、ザイアットステイブルズ LLC の CEO を務めるアーメドザイアットにより生産された。父のパイオニアオブザナイルにとっては2世代目、母のリトルプリンセスエマにとっては2頭目の3区である。 2013年の8月には、テイラーメイドセールズエージェンシーに引き渡され、ァシグ、ティプトン・サラトがセールに出品されたが、ザヤットの代理人により30万ドルで買い戻された。2014年の春には、ザヤットの所有馬として、ボブ・バファート級車に入級した。アメリカン・ファラオは、歩み様が束より滑らかで、ストライドが長く、バファートも、彼のような動きをする馬を管理したことがないと、 コメントしている。名の由来であるが、これは、父が、パイオニア・オブ・ザ・ナイル、ボフが、ヤンキー・ジェントルマンであることと、オーナーが、アメリカ在住のエジプト人であることから付けられた。なお、古代エジプトの王、ファラオの綴りは、ファラオであるが、電子登録の際に間違えたため本場は、アメリカン・フェイロとなっている。そのため日本語媒体では場名を、アメリカン・フェイロアとしている例もある。 アメリカンフェイローと表記されることもあるが、これはファラオの英語読みの一つであり、綴りの間違いや表記揺れとは関係がない。アメリカンファラオのオーナーであるザヤットステーブルの勝負服アメリカンファラオは2014年の8月2日にデルマー競馬場のオールウェザー6.5ハロンのメイドンで安城にマーティン・ガルシアを迎えてデビューした。急等立てのこの競争で、 アメリカンファラオは、勝ち馬からキューバ以上離された5着に敗れた。デビュー戦での敗戦にもかかわらず、自走には9月4日に行われた G1、デルマンフューチュリティが選ばれ、単勝2番人気に支持された。なお、この競争から、ビクター・エスピノーザが手綱を取っている。また、前走ではブリンカーを着用していたがバファーとは、これが合っていなかったと考え、 車南部分を除いた上で耳の部分に綿を詰めてこの競争に挑んだ。スタートから先頭に立ったアメリカンファラオは2着に4馬身3、4差をつけて優勝、初勝利を挙げた。続いて9月27日にサンターニタ競馬場で行われた G1 競争、フロントランナーステークスに出走、前回のレースと同様に逃げ切り勝ちを収めた。次走には ブリーダーズカップジュベナイルを予定していたが、左前足の故障により回避した。しかし、エクリプス賞では、ブリーダーズカップジュベナイル勝ち馬で上記の、フロントランナーステークスでは3着で入選した、テキサスレッドを抑えて最優秀2歳ボバに選出された。3歳初戦は、3月14日に、オークローオーンパーク競馬場の G に、レベルステークスに出走した。 このレースでアメリカンファラオにはタワより2ポンド以上重い119ポンドの重量が課されたが単勝1.4倍の指示に応え6馬身4分の1差で勝利した。自走には同じオークローンパーク競馬場で4月11日に開催された G1 アーカンソーダービーに出走した。8頭での競争で単勝1.1倍の圧倒的な一番人気に 押されたアメリカンファラオは、ここでも8場審査の圧勝を飾った。5月2日、アメリカンファラオは、アメリカ三冠の一戦目、ケンタッキーダービーに出走。出走馬18頭となったこの競争は、単勝の一番人気がアメリカンファラオで、イカ G1 サンターニタダービーなど6戦無敗のドルトムーンと b c ジュベナイルに着馬で、 G1 ブルーグラスステークスなどに勝利したカープディーム G3 サンランドダービーのカチューまで5戦2勝2着3回と安定した成績を残してきたファイアリングラインと続いた。レースは序盤からドルトムントが逃げ、その後にファイアリングラインアメリカンファラオの順に進む。タバも向こう正面までは後ろを追走していたが、第3コーナーからこの3頭が引き離しにかかる。 最後の直線では、最内にドルトムント、その外にファイアリングライン、一番外にアメリカンファラオが並び叩き合う。まずドルトムントが脱落し、その後抜け出したアメリカンファラオが2着のファイアリングラインに一馬身の差をつけて優勝した。エスピノーザは、初めて騎乗した時から、彼はずっと特別な馬だ、彼は多くの才能を持っており、信じられない馬だと述べた。なお、 エスピノーザはレース中に無知で32回アメリカンファラオを打っているように見え、使用が多すぎるのではないかと審査が行われた。その結果チャーチルダウンズ競馬場の採決委員は何度も何度もリプレイを見直したが、問題となるようなことはなかったとの見解を示した。またバファーとは、エスピノーザはゼッケンの上から打っていたと述べた。ケンタッキーダービーの2週間後の5月16日に、 アメリカンファラオはアメリカ3冠の2戦目、プリークネスステークスに出走、単勝1.9倍の一番人気に支持された。発走の直前には雷を伴う激しい雨に見舞われ、1983年以来となる不良馬場での競争となった。レースでは一番枠から出走したアメリカンファラオがスタート後のホームストレッチで先頭に立ち、後続を離して逃げていく。 第3コーナーから第4コーナーにかけて、トルトムントラ後続も、差を詰めにかかるが、アメリカンファラオは先頭を譲らない。直線に入ると後続を引き離す一方で、エスピノーザは無知を使うことなく7場審査をつけて、優勝、2冠を達成した。エスピノーザにとっては、前年のカリフォルニアクロームに続き2年連続での、ケンタッキーダービープリーイクネスステークス制覇となった。また、 バファートにとっては、アメリカ3巻の最初の二巻を制したのは、過去19年で4度目である。この競争の後に、ザヤットは、アメリカンファラオの種ボバとしての権利をクールモアグループに売却し、2015年終了後に、アシフォードスタッドで、種ボバ入りすることを発表した。2015年のベルモントステークスにおける、アメリカンファラオベルモントステークスに向け、バファートは、アメリカンファラオ、 自らの旧車があるチャーチルダウンズ競馬場で調教して競争直前の火曜日にベルモントパーク競馬場に輸送することにした。現地での調整を行わない方法に疑問を呈する調教師もいたが、バファーとはアメリカンファラオをハッピーに保つことが重要だと考え、2001年には同様の方法でポイント気分にベルモントステークスを勝たせていた。 6月6日のベルモントステークスは8頭での競争となった。他の7頭のうち5頭はプリークネスステークスを回避してケンタッキーダービーから直行。1頭は逆にプリークネスステークスのみに出走。もう1頭はピーター・バパンステークスを経由しての出走と5週間で全てが行われ日程的に厳しいアメリカクラシック三冠競争に すべて出走していたのはアメリカンファラオだけであった。レースでは揃ったスタートからすぐにアメリカンファラオがリードを取り、最初のコーナーに向かっていく。第3コーナーから多くの馬は騎手が手綱を動かし始めるが、アメリカンファラオは持ったままで先頭を走り続ける。直線に入ると、これまでのレースと同様に差を広げていき、5馬身1、2差で優勝。 1978年のアファームド以来37年ぶり12頭目となるアメリカクラシック三冠馬となった。なお、ベルモントパーク競馬場で発売されたアメリカンファラオの単勝馬券は94,128票であったが、競争の2日後の午後でも95%以上に当たる92,237票が換金されておらず、そのほとんどが記念馬券として保存、または、 売買されていると考えられている。ベルモントステークスの翌朝には、バファートがベルモントパーク競馬場に報道関係者を招き入れ、約30人がアメリカンファラオと触れ合うことができた。チャーチルダウンズ競馬場に戻ったアメリカンファラオは、6月13日に同競馬場でお披露目され、約3万人が駆けつけた。また、関係者にケンタッキーダービーの記念品と参冠のトロフィーも、 授与された。8月2日、アメリカンファラオは G1 ハスケルインビテーショナルステークスに出走。7頭立てとなったこの競争では、道中は束に先頭を譲り、2番手で追走する。しかし、第3から4コーナーにかけて仕掛け戦闘を奪うと、直線では、騎手が持ったままで2着に2馬身1、4差をつけ勝利した。次走には、 サラトガ競馬場のトラバーズ・ステークスが選ばれた。これはザヤットが望んだものであったが、バファーとは8月に2度目の出走となり、しかもいずれもアメリカ大陸を横断する遠征となるため、アメリカンファラオに対する負担を考慮して乗り気ではなかった。しかし状況は順調であったため、トラバーズ・ステークスに出走しない口実を探してみたが、見つからなかったとして出走を決めた。 この競争は10頭で行われた。特に暑い日ではなかったが、発想ゲートでアメリカンファラオに発汗が見られたことから、エスピノーザは不安を感じていた。レースでは、スタート直後からアメリカンファラオが先頭に立つが、道中は常にフロステッドが一番ーーン以内につけて、プレッシャーをかける。最後の直線に入りなんとか、フロステッドを振り切るが、外から追い上げた。 キーンアイスに交わされ、3、4場審査の2着に敗れた。この敗戦について、エスピノーザは3週間の間に飛行機で往復したのが少し厳しかったかもしれない。アメリカンファラオは非常に気持ちよく走っていたが、いつもとは少し違ったとコメントした。ザヤットは敗戦直後には、アメリカンファラオの引退も口にしたが、5日後には、今回は、 アメリカンファラオがベストを出せない複合的な要因があったと思うが、再びベストの走りができる自信があるとして、ブリーダーズカップクラシックへの出走を表明した。10月31日のブリーダーズカップクラシックには8頭が出走。その中でもアメリカンファラオは、単勝1.7倍の一番人気に押される。レースでは、スタート直後から先頭に立ったアメリカンファラオは、 道中は後続に1から2馬身差をつけて逃げる。3コーナーから動き始めると、直線では2着馬との差を広げ、6馬身半差で優勝、優秀の美を飾った。勝ちタイムの2分0秒07は、従来のコースレコードを5秒以上更新する、ものであった。以上の活躍を受け、2015年エクリプス賞の年度、代表馬及び最優秀3歳母馬に、満票で選出された。 年度代表馬に満票で選出されたのは1981年のジョン・ヘンリー以来2投目である。また、バファートは最優秀長教師、ザヤットは最優秀馬種及び最優秀生産者に選ばれた。一方、エスピノーザは最優秀機種表彰でハビエル・カステリアーノに次ぐ2位であった。ブリーダーズカップクラシックから2日経った11月2日。 アメリカンファラオはキーンランド競馬上近郊のアッシュフォードスタッドに到着。種ボバとして第二の馬勢を送ることとなった。初年度の種付け量は20万ドルに設定された。これはアメリカにおける初年度の種付け量としては2006年のゴーストザッパーに並ぶ史上最高額である。また2016年におけるこの額は2014年と2015年の リーディングサイヤーで2016年の種付け料が30万ドルのタピットに次いでウォーフロントと並ぶ全米で2番目の高額である。2016年は208頭の頻馬を集め、そのうち55頭が G1 優勝馬自身、または G1 優勝馬の母であった。2017年1月3日に発語が誕生。同年の11月に行われたファシグティプトン。 ノベンバーセールとキーンランドノベンバーセールで合計7頭の初年度3区が取引され、平均価格は約47万ドル、最高額は100万ドルであった。2017年シーズンからはオーストラリアでもシャトルシュボバとして共用されている。2019年4月13日、アイルランドのニエス競馬場でエイダン・オブ・ライエン9社に所属するモナーク・オブ・エジプトがライアン・ムーアを背に、 芝1000メートルの名ドン戦でデビューし先行抜け出しの競馬で勝利。3区の初出走初勝利という快挙を成し遂げた。同じく初年度3区から G1 ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ3着のスーイートメラニア、G2 ブリーダーズカップジュベナイルターフスプリントを優勝したホーイールドライブを輩出。また、フランスでは G3 のデュボワ賞をメイビンが勝ち。 まずまずのスタートとなり、2020年度の種付け料が17万5千ドルに設定された。ありがとうございます。